ベイウォルトランすごいね、こういうおもろいのが来てね、ちょっと感動してます、うん、おすごいわ、すごいね壮大だわ、壮大ですね、すごいわ、おもろい人来たわ、すいません。それでは今回のプランを簡単に説明してください。洋服を手のひらサイズにできる圧縮機を開発しておりまして、現在それを自動ではなく手動で圧縮しているんですが、今回出資していただけたらそれを自動化して一般消費者でも圧縮できるように機械を販売もしくはリースしていきたいと考えています。私圧縮が大好きで、はいはい、服も、はい、野菜も、はい、ガンガン圧縮するんですよ、野菜も肉も、はい、真空にします。それと何が違うんですか？通常は圧縮袋とか圧縮カバンとかグッズを利用して圧縮してると思うんですが、私は服そのものをちっちゃく手のひらサイズに圧縮してます。なので袋はいらないです。ちょっと分かりやすく説明してもらって、服をある機械に入れてあることをすると服が手のひらサイズにちっちゃく低くてなる。その機械僕入れますか？圧縮されるってことですか？ちょっと入れてあげましょう。じゃあ圧縮、ちょっと圧縮したいんですけど。ぜひ服だったら何でも圧縮するんでおっしゃってください。それ見れないんですか今？もちろん見れます、うん、ポケットに実は全部詰め込んできてまして。じゃあ見てもらいましょうか。これが男性用の T シャツ、これも長袖の T シャツ、これは別に袋から取ってもこのまま手のひらサイズになってます。なんでその袋に、あ、圧縮するために入れてるだけですか？これは私は将来宇宙旅行に行くときにこれ持っていきたいんですよ。なのでちょっと宇宙食っぽく見えるかなと思って真空パックでやってます。せっかくだから皆さんに見てもらえますか？よかったらぜひ。開けてもそのサイズなんですか？そうです。開けることはできないんですか？あ、もちろん開けるように今日いくつか持ってきてるので、ぜひちょっとすみません、ここから。これがメンズのズボン。今日からドラえもんって呼んでいいですか？男性のズボンになります。硬いよこれ。いや、それ体型じゃない。元々の洋服無事なのか心配になるレベルよ。それが実はいろいろあるんです。僕のハイブランドの服大丈夫？無事これになって大丈夫なの？本当？大丈夫です。後ほどちょっと理由を説明して。10万20万する服こんなんやって、なんか元に戻らなかったらどうするこれ。大丈夫？開けていいですかこれ？あ、後ほどちょっと誰か一人って言ったらあれですけど、興味ある方に開けていただきたいです。それ開けると、興味あるけど圧縮好きな譲りますよ。いやいやいや、でもなんかもうみんな開けたそうだから開けますか先に。じゃあ、いやけど これ開けたくないやつでしょ？開けたくないやつは開けないですよ。いや、僕が入ってるこの子以外だったら基本大丈夫なんですけど。一番開けたかったのに。何が入ってるんですか？これに多分 T シャツにロゴが入ってるんじゃないですか？T シャツのロゴが入ってる。これズボン？はい、ズボンです。某黒さんから買ったズボンになります。ボークロさんね。いや、すごいね。このサイズは小さいよね。iPhone14 と。ありがとうございます。これすごいですよね。そうなんです。本当にポケットに入れられるぐらいにしてます。もう無事とは思えないサイズ。無事とは思えない。本当に。硬いです、ね。二度と戻れないぐらいのもう感気がしますよね。めちゃめちゃ硬い。なんかお湯につけると膨らむタオルみたいな感じですね。倍率がね、あれの解凍前っていうか。じゃあ開けてみましょう。いきます。おなんかプシュってなった、ちょっとシュッて言いましたね。おマイク拾えたかな今の音。拾えたかな。お、でも開けても膨らまないね。そうです、開けやすい。あ、膨らまない、そうです。で、それをパキって割ってください。割る、あ、広げてください。ここです。おはい、あ、広げちゃってください。なるほど、ちゃんと畳んであるんだ。そうです、そうです。それは一応皆様にお見せするように畳んではいますけど。見たい見たい。広げちゃってください。いやけど無事じゃないじゃん。無事じゃないよね。シワ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 ではありますから。クリーニング出せば洗ったら元に戻るの？むしろ着てるうちに伸びてきます、シワは。それ T シャツの生地の問題ですか？そうです。要は熱加工を加えているわけではないので、シワって基本的に湿気で戻るようになってるんですよ。素材によっても変わっていきますが。めちゃめちゃシワシワする。じゃあ問題ないのね本当に。そうです。僕のハイブランドの服問題ないのね、うん、これじゃあこうまたこうパッて、あ、そうです、そうです、広げていただいて大丈夫ですかって、こういう、はい、広げますよ。あ、長袖ですよね。もうそうです、そうです、そうです。さらにもう一段階長いです。だいぶシワシワ。これ本当に無事ですか？そうですね。本当に大丈夫？着てたら伸びるかもしれないけど、これじゃ着れないですよね今。そうなんです。またぺちゃんこですね。え、ちょっと私ぐらいのサイズです。うん、お、平べったい。一世三宅みたいな、ああいうこうシワ加工みたいに見えますけどね。そうです、そうです。伸ばしたらでもどこが伸ばすんですか？これはもう普通に洗濯をするか、そのまま着ていただくか。このまま着ます？着れます。これサイズ何ですか？あえてでもあのシワ加工でおしゃれっておしゃれ。まあね、一回洗濯すればね戻るんならいいけど、パッと見た感じはとりあえずその無事ではないですよね。うん、そうね。これが洗濯して戻ってもなんかダメージが残ってるんじゃないかなとは思っちゃいますよね。で、この今度来ます？
あ、そうですね。この圧縮する技術をお持ちなんですか、機械をお持ちなんですか、なんか特許をお持ちなんですか、ただなんかあるんですか。技術を持ってます、機械も持ってます。それは誰かが作ったやつなんですか。それはもう自分たちでその服が傷まない専用の型を開発しました。特許とか持ってるんですか。特許はまだ今申請中です。本当に川口さんオリジナルのシステムなの。あ、そうです。ちょっと説明させていただきます。圧縮技術を利用している機械って結構たくさんあって、それにプラス洋服が傷まない専用の型を作ったんですよ。その型に服を入れて上から圧力をかけると、そうすると先ほどにお手元にお渡ししているようなぐらいの小ささまでになるんです。これなんか旅行するから圧縮したいっていうよりかは、業者がすごい量運びたいからこれにしてコンテナに入れるぐらいのイメージですよね、はい。だけどその機械がどこに書いてあるんです。あ、補足資料のところにございまして。どんな機械とかが書いてないね。これどれ、圧縮してる様子、これ。あ、そうですそうですそうです、それの後ろのページにも一応載ってます。あ、機械ってこの赤いやつですか。そうですそうです。なんかなんかこの機械が大事なのに機械が目立ちませんね。なんかよくは、圧縮機の自動化。圧縮機ってのは一般的なものでなんですか。圧縮機っていうのは、ここで言う圧縮機っていうのはその指してるんですね。本来車の部品をネジを曲げたりとか加工するのに使用されてるんですけど、その服が傷まないように型をつけたんですよ。その型はどこに載ってます。じゃあはもともとあるもの、型がオリジナル、その組み合わせて、はい、服が傷まぬような仕組みを作ったと、はい、でそれが特許になると、はい、一圧縮いくらですか。一圧縮いくら、ちょっとあの相談していきたいなと思ってますね。けどね、3000円かかるだったらね、ちょっとね、だし100円だったらやるかもしれないし。なのでちょっとゆくゆくはホテルさんもそうなんですけど、コインランドリーさんもちょっと考えておりまして、衣替えのタイミングだったりとか、そもそも服って畳まれてるかかけてると思うんですよ皆さん。うちのコインランドリーに、僕もコインランドリー1軒持ってて。あ、そうなんです。置きます。あ、もしよろしければぜひ、はい、セットで。一圧縮何分かかるんですか。1着 T シャツ1枚手動だと1着15分かかります、ただそれが自動化になると約5分以内に収まります。そんなかかるんですね。はい、手動なので10トンかけてるので。自動でも5分。5分以内です。なんかこの感想失礼に当たらないか分かんないけど、面倒くさくないですか。ただそれがその圧縮されてることの便利さがみんな伝わっていけば、感想もわざわざ待つわけじゃないですか、コインランドリーで、うん。だからそれと同等に扱ってもらえるようになる未来が来るんじゃないかって私は思ってます。乾燥でもお金入れてボタンを押して出てれば戻ってきたらできてるじゃないですか。もうこれ多分自分で1枚1枚セットするんですよね。ゆくゆくは洗濯機と同じ感じでポンって入れたらポンって出てくる形にしていく。ゆくゆくはですよね。今回の資金調達だとそれはいかないですよね。その前のプロトタイプが出来上がるイメージです。自動化のインバウンドとかもいいですよね。あっさんって書いてあったんで、あっと思ったんですけど、銀座にもホテルができて、はい、はい、インバウンド狙ってるって聞いてたので、はい、中国の方とか多いじゃないですか、はい、帰る前にポンってそれできたらいいですよね、はい、確かにね。その通りです。川口さんね、なかなか虎から食いつかれてる気がしますね。これは今までにないし、はい、これプロトタイプもあるし、すごいよね、受け答えが。すみません、ちゃんとね、平井さんの出番もある内容だし。ありがとうございます。すごいよこれ。なかなかね、お金出るかは分かんないけど、やっぱ令和の虎すごいね。こういうおもろいのが来てね、ちょっと感動してます、うん。今までにないなんかサービスをちゃんとこうやって体感させてくれるのはいいですよね。確かに。本当にないですかこれは。ないんです。それがあのJ プラネットさん、特許関係の J プラネットってあると思うんですけど、それでめちゃくちゃ読み漁りました。圧縮やってるとこないかって。で、日本ではないんですよ。で、中国に何か所か該当してるところはあるんですが、彼らは基本的にやってるのはタオルとかノベルティになってます。で、日本でも圧縮してる会社は1か所あって、彼らもノベルティ専用で T シャツとタオルをやってるんです。ただ私がやりたいのは、圧縮して圧縮費をずっともらうっていうことではなくって、家電として売りたいし、ゆくゆくはその圧縮機械を洗濯機と合体させて、洗濯乾燥圧縮ボタンも作りたいんです。すごいわ。だけど今でも衣類の圧縮袋ってのはあるわけですよね。そうです。だからそれとこのサイズが確かにいいけど、今のやつでもそれなりには圧縮されますよね。めちゃめちゃ圧縮されますよね今のやつ。あれと比べてどんなサイズなんですか、はい、これってその圧縮袋入れて掃除機で吸った時の半分ぐらいまで小さくなってるって感じですか、はい、そうですそうです。でさらにその圧縮袋と既存の圧縮アイテムって、もうその形の大きさ以下には絶対ならないんですよ、うんうん。でこれは入れ
れ方とかさえ変えればこの大きさになりますし、さらにこの大きさって手動での限界なんですよ。自動化することにさらにちっちゃくなるんじゃないかっていう可能性も高いんです。目標はモノっていうあのちっちゃい消しゴム、なるほど、ね、あれを目標にしてるんですけど、はコレクションブランド様ともコラボして、はい、今年の4月からも販売されるんですけど、それをあの150枚圧縮したんですよ。ああ圧縮した状態で販売するってことですね。そうです、そうです。そしたらちょっとあの圧縮のしすぎで手のひらに青タンができたので、そんなやばいですか。はい、とても面白いと思ってます。食いついてます。すごいね、壮大だわ。壮大ですね。すいません、すごいわ。おもろい人来たわ。すいません。洗濯機からポーンって出てくるんですよね。そうです、もうそこを本当に私は夢見てます。はい、本当にちょっとこんだけスマホとかいろんな電子機器が開発されていくのに、なんで服だけ、なるほど、ね、まあ、しょうがないよねで済まされてるのかが、ちょっとそこに私も憤りを感じてる部分もあって、この放送を見たから連絡来るかもよ。実はその あもう来てるみたいな。え、もう大手と組み始めてるの？実はまだその組むところまで行けてはなくて、ちょっとここにも書かせていただいたんですけど、っていうその要はこういうプロジェクトを支援する施設があるんですよ。そこに採択してもらってて入居してるんですけど、と何回かお話をさせていただいていて、ただやっぱり自動化が進んでからだよねって話になるんですよ。おお、なるほどね。じゃあそこまでは自力でやってこいと、はい、なるほど、はい、某大手、あ、すいません、某大手の会社が自動化までちょっと頑張ってこいと、はい、ね、そんなリスク取ってくれないの悲しいね、なんかね。一応さらにそのシワ問題もあったと思うんですが、うん、現在ちょうど某洗剤を作るのがすごくうまい会社さん、洗剤会社、はい、すいません、ともうすでにあの話も進んでおりまして、シワをいかに早く取れるか、そういう未来が来るのかっていう話でちょっとイベントをしつつ、その洗剤開発も一緒にさせてもらえないかってちょうど商談中です。ドラゴンボールのポイポイカプセルパーンって投げるとパーンってでかい あれですね。はい、もう完全にイメージしてるのはそこです。あ、ドラゴンボール知ってますか？はい、存じ上げております。しかもね、やっぱね、大学も文福ですからね。あ、ご存知で、ね、嬉しいです、ありがとうございます。やっぱこうこれをやるためにキャリアとしても綺麗ですよね。すいません、はい、下克上なんじゃないかと私的にはヒヤヒヤしています。あ、いいね。